抑えろよーと思ったけど、アザースこのリスポーン、アザース神リスポーンいただきました。アザースアザース、あれ大丈夫、アザ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 ほい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 、足で角マッチしてるから、そこ足足気持ちいい、分かってるよ。手足2発つける、お前も2発つける、お前も2発つける、でこのままの勢い上がって、はいはい、どうも、ジャヌダルクです。というわけで、今回も、コールオブデューティーヴァンガード、早速ね、実況プレイやっていくんですけども、今まで数多くの実況者が、ぶっ壊れ武器だとか、最速 TTK とかね、ヴァンガード動画上げてましたが、そんなの甘いと、時代は、リアル思考万歳、頭に一発、ボディは2発当てればね、敵が殺せる、びっくり SMG があるということで、こちら。はい、SMG 枠にある、オーウェンガーンということで、元銃もその名の通り、オーウェンマシンカービンってことで、オーストラリア生まれの銃となっております。で、この銃、最初に概要を説明すると、まあ、とてもシンプルな構造で、かつ性能も悪くなくて、まあ、これね、ちょっと上にマガジンがあって、もうなんじゃこりゃって感じの面白い銃なんですが、これね、よくよく見ると、はい、下にね、廃墟口があるんですよね。そう、普通は横から弾がドバーってね、廃墟されるはずなんだけど、これは下から弾が出るから、マガジンからの球弾及び、廃墟など、自重でこう勝手に落下しますってことで、これにはもうマック酒井さんも大喜びな武器で、かつ、まあ、これね、チャージングハンドルっていう、まあ、コッキングするレバーですよ。まあ、これが史実だと、実はね、これ反対側にあるから、まあ、ちょっとこれ、コールオブデューティーヴァンガードがね、ガバガバモデリングしてるんじゃないかなって言われてるんですが、まあ、それでもですね、この狭さですよ。ね、穴が全然ないじゃん、この密閉感。スペンとか見てください、このガバガバも穴だらけって言ってる時にもそんな横から砂が入ったら終わりですよ。そういったところを過酷な戦場でも、砂塵だとかゴミが入りにくいってところで、めちゃくちゃ信頼度が高い銃らしいですね。で、この銃がなんと化けまして、性能自体はレート遅いけど、TTK が早いから、デフォでも強いね、強武器って感じなんですが、こちら大口径弾の、8ミリクルツ弾。多分ね、これ STG と同じ様になるんですけど、これにすると威力がなんと50も上がるんですよね。で、これすでに修正されましたが、これバレルでヘッドショットダメージをね、さらに上げるっていうのをつけて、さらに焼夷弾をつけてあげると、ヘッショがね、一発可能だったんですよね。ただ今はね、ちょっとバグが知らないけど、このヘッドショットアップバレルの効果が完全に消えてるんかな。まあ、ほぼ意味なしみたいな形になってるんですが、復活したらこちらまた使えるようになります。で、これがね、ちょっとまだ使える技で、こちらの大口径弾と、手足のダメージを上げる、ちょっと珍しいバレルがあるんですよね。はい、こちら手足のダメージ向上みたいな。その代わりヘッドショットダメージ入んないんですが。で、さらにこちらでフォローポイント弾をつけてあげると、あら不思議、手足が2発切れる可能なんですよね。いやーもうさらにぶっ壊れますよね、これ。で、残念ながら、焼夷弾つけても2発キルなんないから、これは多分フォローポイントつけた方がね、理論値は上がるんじゃないかなって感じではあるんですけど、残念ながらそれでもね、今環境武器の100式には多分キル速勝てないから、まあそういったところ、これでもまあまだダメなんか環境武器一歩届かんのか応援みたいなね、まあ、すごいゲームですよね。まあそういった形で、ある意味ね、まあバランスのいいかなっていう銃になってるから、早速ちょっとこちら使って実況プレイやっていきたいと思います。これからもね、コールオブデューティーヴァンガードの動画頑張って上げていこうかなと思いますので、もしよろしければ通知が届くようにチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では行こう。はい、ということで、激狭マップのダスハウスでチームレスマッチやっていきたいと思います。まあ、最速 TTK でぶっ壊れってね、ところではありますが、まあ、性能だけ見るとめちゃくちゃ強いって感じではありますが、まあ、それでもやっぱレートちょっと足らずみたいなところもあるので、まあ、100式と比べてちょっとみたいなところはあるんですけど、やっぱりね、弾数が60発っていうそこの魅力点ですよ。やっぱそこ強いよね。まあ、レート遅いのはちょっと難点ではあるけど、やっぱ弾数60ってめちゃくちゃ優秀だなって思っております。ちょっと誰かこっち見てくれへん？頼むよ。フラグ的に転がしとくから、はい、これで出てこれない。その間、こっちから見ていきたい。おいしい、お疲れ。サマンサ、タバサ、帰っていったらいい。大丈夫、味方。誰もセンター見てないけど。だよね、見ないとやばいよね。こっちから行く？角待ちショッキーは？いや、いえーうんこ。はい、こういうゲームですから。もう、こういうことされたらね、もうこんな、足200、手足200つけるとは何やねんっていう話ですから。最速 TTK、何それ美味しいのみたいな。そしたらワントリガーだけど、みたいな、なっちゃうからな。まあ、ヘッショ一発欲しかったな、それで言ったら。まあ、弱体化しないとさすがにヘッショ一発はね、ぶっ壊れすぎるから、まあ、しゃあないところではある。ありあり未来。アリーベテルジ。で、2枚目、可能性。ワンチャン左から、来ると見たけど、一旦逃げる、一旦逃げる、一旦逃げる。センター味方めっちゃ行ってくれてるから、ショットガンはね、ここのタイヤいたら、ワンショットワンキューなかなか難しいんですよね。神エイムじゃないと難しいみたいな。ピッ。フラグ当てる。で、手前いるよね。わかってるよ。手足2発つける。お前も2発つける。お前も2発つける。で、このままの勢い上がって、はい持っていきましょう。鎌倉爆風。イェーイ焼夷弾爆撃。ちょっと胴体はきついよ。胴体3発キルになるからやめて。まだいるよ。大丈夫。
はい、しっかりとカバー。しっかりとカバー。あーと一発。ちょ、焼夷弾出すか。これね、こういう形で使うんですよ。動画だったら多分初登場かな。まあ、軍用剣と同じで柔軟キルしないといけないやつなんですけど、これ使うことによって、ここにね、巻かれるわけですよ。もうちょっと奥たくいばよかった。気持ちいいけど、大丈夫、全然よかった。手前のやつ一掃できたわ。で、ここに一生ね、残り続けるんですよね。イエーイ、もうずっと弾買っとくわ。気持ちいい、気持ちいい、気持ちいい。は？あいつ大マシンか。まあ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 、しゃあないな。じゃあちょっと絨毯爆撃さらに、ダメ押し行くぜ、ダメ押し。おら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 。はい。あ、やべえ、これ俺死ぬ。避けろ、自分の絨毯で死ぬ。これ残り続けるのマジで気持ちいいよね。で、さらにこれでダメ押しっていう。はい、クソゲーオンライン。気持ちいい。で、フラグ投げて、一旦そこのクリアリング入れつつ、で、行ったふりするじゃん。で、はい、これスライディングして、こう。で、足元、いや、もう、エイムは良かった。いや、もうちょっと感度足んなかったかな。で、左、多分絨毯行くから、ちょっと右から展開していきましょう。で、センターいるっぽいんで、フラグ溜めて投げる。フラグが意外と強かったりとかする。いけるかな。いた。1枚。で、2枚目、そこ足。で、多分これロングから来るんで、あー、これはエイム。いやー、良かった。敵が頑張ってくれた。あれ、絶対普通の打ち合いだったら負けてたって感じですね。はい、ということで無事勝利。41キル7です。はい、85ラウンドのマッチで41キルはなかなか頑張ったんじゃないでしょうか。まあけど、見てもらったらわかる通り、別に解けるの確かに強いけど、まあ、やっぱ多少ちょっと足に対するエイム力、まあ足は別にエイム力必要、そこまでか、ヘッドほどではないと思うんだけど、まあバーだとかね、脚式だとか STG の最速カスタマイズとか色々とありますけど、まあそこと比べるとね、安定性ってところはちょっと欠けるところもあったりとかするのかなって感じですよね。はい、最多マルチキルありがとう。6人も投票してくれた。多分これ全員多分味方だよね。敵チームは全員嫌みたいな。こんなやつに投票するかみたいな。さあ、ではちょっと次は、とつり気味でやっていこうかなと思います。まあ、さっきはね、もうキルストっていうか、あそこのマップとつれる方が難しいんで、キルスト貯めようと思ったら、まあ次はしっかりとテースパーストリック回しで、まあガンガンと上げていけたらなと思います。だから最近さ、あれなんだよね、BF をやってるんですよ、私。やってるっていうか、BF がリリースしてこれ今3日目ぐらいの撮影だから、そう、なかなかね、ちょっとエイムが戻ってないところはあるんですけど、一緒にならないように、まあ、今までの BF とかね、他 FPS は、パッドでやってたんですよ、全部。ただ、今作の BF は、PC でやんないとちょっときついところあるんで、まあ、マウスでやってるんで、そのおかげでね、だいぶ、ぐだることもなくって感じですね、今のところ。本当だったらね、もうこの時期の、このいっぱい新作出てる中だったら、もうエイムがもうぐったぐだなってね、やばいことになってるんですけど、多少マシだよね、みたいな形になってるんでね、一旦リロードしといて、と、爆撃機オンライン。そして UAV も出していきます。さあ、爆撃機は、ちょっと斜めから来るパターンだな。スッていって、足元、で、こいつも、足元、そこ、ゴーストじゃん、君！いやけど、マジ、ヴァンガード楽しいな。なんか、ソロでやってるの一番楽しいのヴァンガードなんだよね。BF は最初すげえ楽しかったんだけど、もうソロだったら苦痛になるんだよね、やっぱり。そう、分隊、パーティー組んでる時の楽しさを知ってしまったら、BF、ソロでできねえわ、みたいな。そう、だからもう友人とやる時以外は BF やんないみたいな。あと、撮影以外は BF やんないみたいな、今なってるんで。本当にね、パーティー組んで友達も BF やってるって方はもう間違いなく BF 買った方がいい。もうそんなんじゃバンガード買う意味がない。ただ、ソロだったら間違いなくバンガード買った方がいい。もうソロで BF はやっぱね、楽しいけど、ちょっと向き不向きがあると思うわ。一人で打開できるなんか乗り物使いとかだったら全然いいと思うんだけど、まあ、乗り物もやっぱ友達と乗ってる方が楽しいし、やっぱゲームを本当に楽しもうと思った時はもうやっぱ、分隊だなっていう。分隊で連携組んでっていうのが一番楽しいから、まあ、ソロでこうやってね、なんとでも打開ができるゲームはやっぱ COD のいいところだと思うから、ぜひぜひ、そういう方は COD 買ってねっていう、めちゃくちゃ真面目なレビューでした。はい。あぶね。これちょっと無理だな。一旦逃げるか。ただ投げ物投げてくるから、投げ物オンラインしてくるだろうから、しっかりと見て。無理、それ2発キル目。いや、負けそう、負けそう。いや、一人で打開できるって言ったけど、全然打開できねえ。いや、これはシングルキルでもいいから、持っていく。このクソやらしいとかやつを持っていく。で、しっかりと UAV 出して、ターゲット出しつつ、真下、いいな、いい、いた、1枚。あ、右いる、右いる。右も左もいる。1枚。大丈夫、それ。ワンちゃんこれ。軍用犬マジですか。ちょっと待って、お兄さん、トイレでごもります。はい、お疲れ様、タバサ。いやー、ちょっとそれ打ち負けるか。やべやべ、負ける。打開できるって言って、どうやったけど、恥ずかしい。打開できへん、こんなの。やっぱ、僕一人の力じゃ、限界でしたか。2枚抜き。で、一旦リロードしといて、滑空来るから、中入ろっか。よいしょと、しっかりと天窓もないところ行って、ここで待つ。あ、それ絶対無理。2発頭当てたけど無理。本来だったらキルできてた。やべえ、負けるよ。どうすればいいんだ、僕にできることは何かありますか、神様。結構キルしてんだけどな。一発二発。一枚二枚じゃなくて、一発二発。
で、その、うわ、壁抜きまじ、金もそこ抜けるんや。そこのコンクリ抜けるのはちょっと聞いてないよ。フラグ、握って投げる。で、そこ転がしてる間に、こう行く。で、カバー、大丈夫？一枚に、当てていく。壁抜き。で、真上振ってくる説あるから気をつけてね、味方。いやー、抜かれた。ごめん。打開しようと思ったけど、ダメでした。まあ、けど、大人数だからね、こうやって、お祭りモードを楽しむって形なんで、ぜひ、皆さん、遊んでみてください。いや、普通に面白いんだよな、ヴァンガード、マジで。マジでね、ソロでやってる分は最高に楽しいゲームだから、いやー、この楽しさをぜひともね、BF 民の方にもね、伝えたいんですけど、逆にあれだよね、COD の人に BF の魅力伝えたいよね。どっちもやっぱ値段高いんだよな、場違いに。両方無料だったらね、いいんだけどなーっていう、もうすごい甘えた話ですが、まあ、マジでね、もうどっちもどっちって感じなんやな。そう、本当に。どっちもいいところあるから、まあ、マジでこれ見てる方はね、多分、Call of Duty 民が大半だと思うけど、BF もやってほしいし、逆に BF やってる時はコールオブデューティの魅力も話していきたいんで、ぜひね皆さんこちら応援ガンこと SMG とか使ってね、ガンガン敵列突っ込んで荒らしていってくださいということで、楽しかったね。まあ、これからもちょっといろんなコールオブデューティバンガードの動画上げていきますので、よかったらねチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。